東伊豆伊東市の宇佐美港です。おはようございます。結構量多かったんですか今日？今日は全部で30キロ。まあ今日は釜揚げやります。やりますか。水揚げされたばかりの秋しらす、今日の静岡さんはこちらのしらすコロッケでございます。その人が4つで、私たちが2つ、4個、うん、それと今度3個、全部で9個。このコロッケはカリッとしててすごく美味しい。ご飯にもパンにも合う。最高。宇佐美駅を出てすぐのところにしらすコロッケを販売しているお店があります。まずはちょっと割ってみますね。あ、かなり大きなしらすがこう、たっぷり詰まってますね。しらすの風味をしっかり味わっていただくために、たくさん入れております。いただきます。うん、しらすの風味がすごくしっかり伝わってきて、それとじゃがいもと相まってものすごく美味しいです。これ値段は1個120円です。この日は午前中で30個が売り切れました。午前中で大人気ですね。実は宇佐美のしらすは知る人ぞ知る名物なんです。宇佐美沖で取れる宇佐美のしらすは肉厚で、予約をしないと買えないほどの人気があります。宇佐美のしらすの特徴って何かこう、そうですね、春なんかは小さいんですけど、秋は割と大きかったりして、食感が楽しめる。そう、キヨナ美味しいですよね。もういっぱい入れてって感じ。天日干しをして日の光と潮の風を浴びたシラスはふっくらして旨味があります。やはりこの伊東宇佐美というところではですね、シラス漁がございまして、やはりこの地元のかつ肉厚なこのシラスをなんとかこのコロッケにできないかということで仕上げた次第です。シラスコロッケをはじめ弁当や惣菜の販売を始めたのは1年半前。もともとは伊豆のお土産品や海産物の加工品を扱う店でしたが、新型コロナの影響で売り上げが減ってしまいました。お店には毎日40種類から50種類の弁当や惣菜が並びます。先ほど水揚げされた新鮮な釜揚げしらすをふんだんに使ってですね、スタッフが愛情込めてですね、握ったものを今バター液につけてパン粉につけて仕上げている最中でございます。手作りのコロッケなんです。非常に柔らかく仕上がるので、どうしても壊れやすくなっちゃうので、丁寧に丸めるというところが一つ大きなポイントです。そして揚げるときにもあんまり触っちゃうと破けちゃうので、そっと今こう浮かしてあげる感じで、結構気使いながらじゃん。そうですね、はい。手作りなもんでやっぱり途中で破けちゃう。この薄衣がやっぱりね、パン粉の薄いところがポイントですよね。何の食べても飽きないし。ほんのりとした塩味があるので、そのまま食べてくださいと加藤さんは言います。地元でね、取れたもの、育ったものっていうものは結構まだあるので、まあ、しらすに限らず地産地消を踏まえてですね、惣菜お弁当に生かして地元のお客さんに輝いてもらう店を目指しております。